僕の地元、蒲田の先輩、ラッパーをやってる先輩なんですけど、その方から聞いたお話で、まあ、その方結構ちょっと悪い感じ、昔からじゃないですけど、こう、高校時代からこうバイクを乗り回すのが好きなタイプの方でして、はい、でその方が高校2年生の時だから今から考えると20年近く前のお話になるんですけれど、その方まあ大田区にある池上本門寺っていうお寺さんあるじゃないですか。知ってます、はい、はい、そこがまあ不良のたまり場じゃないですけど、そういう、まあ、場所にはなってたんですよ。うん、こうお山があって一番上に本堂。裏はもうお墓だらけっていうような場所なんですけど、でその裏ってやっぱ暗いんで不良の方たち集まりやすくて、でその先輩も、その池上本門寺の裏で友達とかと集まって、で夜になってみんなでバイクでどっか遊びに行くみたいな、まあ、遊び方をしてた方たちで。である、まあ、夏の日ですね、こうみんなで集まってて今日どこ行こうかって。じゃあちょっと心霊スポット行こうっていう形になりまして、まず羽田の赤鳥居っていう、大田区にある心霊スポット行って、はい、で何もないなってで溝の口まで走らせて、溝の口にもある心霊スポットがあるんですけど、そこ行って何もないなっていう霊園なんですかね、うん、霊園に行ってで何もないなって帰ってきて、でどうする何もなかったなつまんないなっていう話をまあ仲間内でしてて。そういえば、この池上本門寺も心霊スポットらしいよって。まあ、お墓もあるしって。で、ここの公衆トイレがめちゃくちゃやばいらしいと。うん。あ、そうなんだ。なんか女性の霊とか出るらしいよみたいな話をしてて、じゃあ入ろうぜってなって、公衆トイレ入って、1個目の扉バッて開ける。2個目の扉バッて開ける。3個目の扉バッて開ける。だ、なんもねえじゃねえか。つってこうバーって出てきたんですよ。でその当時やっとガラケーにカメラがついて、うん、でそれで動画を撮影しながら回ってたんですって。こうわーって回りながらで3人いる中で後ろで1人がこうゆっくりついていって何もないなって出てきて、うん、でこうトイレの前で何もなかったなつまんないなどうする帰るみたいな話を3人で喋ってる、こう顔を向き合わせながらでそれを遠くからガラケーでちょっと撮ってるんですよ。でそうするとね、急にガラケーの画面がバッってノイズが入って白黒に変わるんですよ。うん、でこう3人が向かい合ってたのにみんな同じ方向向いてるんですって。違う方向を、うん、それがトイレの方なんです。はい、で現場ではこっちから落としたな、なんか聞こえたぞっていう風に喋ってるんですけど、もうその携帯の動画には音声はもう入ってないんですって。口パクパクみんな指さしてるトイレの方で、そのみんなで現場でじゃあちょっと落としたからトイレもう一回見に行こうかっつって3人がスーってトイレの方に抜けた瞬間に奥に赤い服を着た女性が立ってたんですって。えで動画はそれで終わってるんですって。でそれをみんな集まって「わこんな動画撮れたわ」っつってでみんなで確認してるんですって。わ赤い服の女性いる怖いねっていう話をして。音声切れてるのになんか聞こえないかって。バーッと音量上げたら女性の金切り声が入ってたんですって。で、その動画を撮った方、ちょっとお会いしたいんで、僕ちょっと会わせてもらえないですか？ガラケーなんでもしかしたらデータとか残ってないかもしれないですけど、もしそれちょっともらえたら嬉しいなっていう話を、そのラッパの方にさせてもらったんですけど、あ、ごめんって、そいつその直後に自殺未遂しちゃってもう会えなくなっちゃったんだよねっていう、もしかしたらその赤い女性を撮ってしまったことでそういう風になっちゃったのかもしれないですけど、であそっかじゃあ動画ないならこの話、まあ、ちょっとこう証拠としがないからちょっと弱いかなと思って、でもまあ個人的にちょっと池上本門寺をバーって調べてたんですよ。うん、そういう赤い女性出んのかなとか疑惑を調べてて、そうしたらツイッターになんか変な動画が上がってたんですよ。はい、この動画ですね、池上本門寺スペース心霊で調べてくれるとツイッターで上がってる動画なんですけど、はい、これですね。えノイズが入って白黒に変わるんですよ、急に。本当だ。急に画面がバチバチってこうね。なって白黒に変わって、で、その後、奥から人がとことこ歩いてくるんですよ。ただ、その挙動っていうのがちょっとおかしくて、歩いたと思ったら止まって、歩いたと思ったら止まってっていう不思議な動きをしてる人が、本門寺の裏側にある方から、確かに左側の方から、奥から人が、こちら前の方に向かって、どんどん近づいてきてますね。そうなんですよ。あれ、消えましたよ、そして。そうなんですよ。止まったり、動いたり、消えたりするような感じで。この人、よーく見ると別に赤い服は着てなかったんですよ。ただ、本門寺の裏側から来たんで、お墓とかのある方なんですよ。もしかしたらその赤い霊の方に取り憑かれて、そういう変な挙動をしてたのかなっていうような動画になってますね。夜のね、本門寺。夜の本門寺なんですね。そして奥の方から人が歩いてくるんだけど、なんかその前にババババってこう画面が乱れた後に白黒に変わりましたね。白黒に変わって。本門寺の裏側から来てるんで、もしかしたら今でもその赤い霊の人がいて、その人に取り憑かれちゃった人なんじゃないかなっていうような。最後なんすかこれ。もう真ん前まで歩いてくるじゃないですか。はい、一番最後。そうなんですよ。普通の。この体、ここも影もなくて、なんか体透き通ってますよ。なんか白くて。あ、本当だ。何これ最後。それ気づいてなかったんですか？それ気づいてなかったですね。最後の方までは。一番最後、本当にこの動画の最後終わる直前に、もう本当にギリギリまでこう、こっち向かって歩いてきてるんだけど、はい、なんかその姿がちょっと宇宙人みたいな、ちょっと透き通ってるような。そうですね。影も一切映ってない、何か人影がスーって歩いて帰ってきますよね。もしかしたら、途中まで本当に影がなかったってことは、なんか取り憑かれてた可能性とかもなんか。影ある時もあったんですよね。そうですね。途中と最後。光の加減なのかな。そうなんです。どうなんですかね。ただ、ここに映ってる人は赤い服着た女性ではないんですけど。そうですよね。はい。ただ、ちょっと途中の挙動がすごくおかしくて。もしかするとその本門寺のお墓があるあたり、はい、裏側の公衆トイレで赤い女性を見てしまったのかもしれない。そうですね。そういう映像になってます。いやー、その当時のね、ガラケーで撮られたという、はい、そうですね、まあそのね、映像はね、ちょっともう今は見ることできなかったんですけど、はい、うん、ちょっとこの定点カメラの映像を見ると、はい、これ最近じゃないですか、割と。1年ぐらい前の。なので、未だにその本門寺には。そうですね。赤い女性がいるのかもしれないですね。かなりその話とこの映像のリンクする部分が多かったんで、もしかしたらっていうのはありますよね。そうですね。はい。はあ。